宝木川ダムは、栃木県那須塩原市、一級河川、中川水系宝木川に建設されたダム。高さ11.1メートルの重力式、コンクリートダムで、東京電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、宝木川発電所に送水し、最大4800キロワットの電力を発生する。1895年、 福島県発の電力会社として設立された福島、伝統は、1925年に、栃木県の電力会社である、野州電気を合併し、関東地方に進出。さらに1936年には、栃木県那須郡を呼び、塩谷郡を、主な供給エリアとしていた円那電気を合併し、栃木県内でのシェアを一層拡大した。同社は1940年、 塩屋郡某木根村において、宝棄川発電所の建設工事に着手。しかし、日本発送電が1939年に、そして1942年に、関東配電など9つの配電会社が設立され、日本の電力業界は、こうした特殊会社へと整理、統合された。宝棄川発電所の建設工事については、関東配電へと引き継がれ、 1943年に運転を開始した。1951年、日本の電気事業は再編成、民営化され、放木川発電所は東京電力に継承された。出力は完成当時4 5 5 0ットであったが、現在は4 8 0 0ットにまで増強されている。塩原温泉郷、大網温泉から斜面を下ると、 宝器川ダムに至る。宝器川ダムの周辺には、金網が張り巡らされており、ダムの設備やダム湖、ダム下流の河原への一般の立ち入りを制限している。宝器川は、当地で、占領郷と呼ばれる峡谷をなし、川に沿って、塩原渓谷歩道が整備されている。この遊歩道は、 宝木川ダムを過ぎると、ダム上流に位置する、布滝を経て、塩原温泉ビジターセンターへと至る。宝木川ダムの下流には、塩原ダムがある。治水、利水を目的とする栃木県営の多目的ダムで、1978年に、完成したものの、宝木川ダムの水没は免れた。塩原ダムの天馬からは、すぐ下流に位置する宝木川発電所を望むことができる。 発電所の付近には東京電力の PR 施設テプコ塩原ランドがある。ここではかつて放棄側発電所で使用されていた小型の水車が屋外展示されている。これは水車発電機を運転するために必要な油圧を作るための水車で発電所の運転を開始した1943年から1976年にかけて使用されていた。 タービンや軸受けを覆うカバーが切り取られ、内部の構造が見て、取れるようになっている。ありがとうございます。